で、これはあんまり言いたくないんだけど、チャイナっていう視点で見ると、はっきり言って小池百合子さんも親中派ですよ。もうズブズブでしょ？さっき言った蓮舫さんがね、武漢頑張れ、中国頑張れって言ってるね、この新しい流行り病ね、まあ今は新型コロナって言ってもね、バンされないからいいんですけどね、その時に10万着分のですね、特殊防護服をね、バッと二階さんに言われて、東京都の在庫品をすぐ送ってしまったのは、小池百合子次第ね。もう、で、その後大変なことになったけどね、東京は。大変なことになりましたよね、皆さんね、この4年間ね。そういうね、中国に媚びてね、もうずっとご機嫌取ってる、あるいは中国側に自分のファンを広げようとするような政治家が、今トップを争ってるわけですよ、都知事選の。そして、まあ、あれなんだよね。僕はちょっとね、これ複雑な印象でいるんだけど、どうも、これ石丸さんのファンの方よく見て、これそういうのをなくしてほしいんだけど、石丸さんを推してる中にも、どうも、チャイナに深い人いるんだよね。本当のこと言うそと。本当のこと言うと。それ気がついたのは、うちが攻撃された時に気がついたんですよ。うちは、サイバー戦もやってますんで、チャイナから攻撃受けたであろうっていうのが痕跡いっぱいあります。で、実際にそういうですね、向こうのいわゆるファイブヘアって言ってるよね。言いにくいからファイブヘアを使ってる形跡がありましたけど、これは石丸さん自身が使ってるっていうわけじゃないし、石丸さんこう接触するそとこは知らないんじゃないかなと、そんなこと。一つね、別に石破さんをかばうわけではないんですけれども、くまなく中国側のサイトを一応調べたんですよ。で、まあ、石丸さんが中国でご活躍とか知られてるみたいな、そんな形跡はなかったで実際す、ないで蓮舫す。さんとは違って。中国のサイト全部、うちは、まあ、いわゆる一サーつフィン二でつきまはす。ね、名前出てきますけれども、そんなの誰だってある程度、それはだって選挙やってるから、当たり前なのね。で、ただ、蓮舫氏の方がね、意識的に持ち込んでるよね、自分をね。いうことなんですよ。ただ、そのチャイナ州っていうのは絶対感じられて、まあ、カピバラさんのチャンネルなんかも私見せてもらったんですけれども、いろいろ事実ベースで調査してるんだよ彼ね。はね、厳そう。密な人だからね。だから、その石丸さん本人がチャイナとどうこうっていうのはね、そこは確認できてないですけれども、ちょっとやっぱり注意しとかなくちゃいけないんじゃないかと思います。っていうのはね、もう一つやっぱり、これ、カピバラさんのでも感じたんだけど、いわゆる、石丸さんのショート動画を作るとお金がもらえるっていうのを募集を未だにやってるわけでしょ。で、それって、でも、募集してる側を直接石丸さんに紐付けられないんだよね。会社がやってんだよね。で、その会社の正体がわかんない。で、この会社がどうも、チャイナにもつながってる可能性がある。っていうことは言える。まあ、調べて、まあ、そこまでは分からないけれども、でも多分に可能性断定は、はできないんだ断よ定はね。できないです。断定はできないんだけど、可能性がある。で、石丸さんが直でつながってるわけじゃない。そこは確認できてます。石丸さんはつながってとか見えないです。見えないです。ただバックがあまりにも不透明。要するに、石丸さんのために動いてるやつが勝手に動いてる場合があるからね、こういうの。なんかの思惑があってね。それはね、アメリカの大統領選挙の時もそうだったんですよ。で、どうも別件で、ロシアのことを僕も調べてるでしょ。ロシアの、去年、実は今また、今新たに調べてるんですけど、ワグネルっていうね、民間軍事会社が反乱を起こして、あのグループが実はね、アメリカ大統領選挙にサイバー戦でね、介入してたってことがあって、やり口が全くね、今回我々が都知事選で経験してるのと全く同じことやってたっていうのが分かったらね。非難をすると、なんか、ある陣営のファン、支持者に対して SNS で攻撃する、スパムをやると、ばらまくと、それからフェイクもばらまくということをやったっていうのをね、実はね、プリゴジンが白状して、まあ、死ぬ前にね、それで消されたのかなって気がしないでもないんだけど、ただこれね、お金でやってるんで、ロシア政府の意向かどうかがわからないっていうところがあるんですよね。でもね、民間軍事会社って危険だなと思ったのは、お金のためなら、軍隊動かしてね、
あの外国のためにも働くし、そこがね、実は反乱の一つの原因になって、プーチンがお前ら裏切り者だってやって、それで収めたっていうのがあったと思うんだけど、でこれだからあのワグネルみたいに本当に武器も使って人殺しもやってるような組織ではなくても、サイバーの世界ではそういうことあり得るんですよ、うん、だからねそこはね、今回だから坂東さんと対談した時にね、今回の都知事選っておそらくあったのかもしれないけど、過去ね本格的にこれ外国のそういうサイバー介入がね始まってるケースになる可能性あるね言ってるわけね、パンドさんと僕で、うん、でこれはだからもしかしたらですよ、他もやってるのかもしれない、他の陣営も、うん、シャレンホーさんも、あるいはシャレンホーさんを勝手に応援しようっていう、うん、チャイナ側の意図が働いたらやってる可能性ありますよ、うんうん、あの変な話、意外と蓮舫さんについてこうやってやってもね、人気も出ないんで、それほどやってないんですよ、本当のこと言って。だってあれ、支持する層が固まってるから、共産党の支持者の人って僕のはまず見ないんですよ、はっきり言って。反共だから僕。元共産党だけど、元共産党ってね、一番裏切り者として嫌われるわけね。だから僕のは見ないわけですよ。立民党の人はちょこちょこ見てるけど、それほどいないんですよね。だから、そういう点ではね、あの僕はまだそんなに蓮舫さんの批判もするけど、それで、なんか大きな攻撃ね、ちょっと僕は誰に対しても苦言は言います、石丸さんでもちょっと足りないとこは言います、私これなんだ篠原謝れって言うけど謝る気ありません、例えば市長の時点でこれは本人ご本人が私に謝ってるからもう決着済みだと思うけど、市長の時にいろいろ対応 市をちゃんと動かして対応できないっていうのはそれはやっぱり彼のミスです、指導ができなかったってことです、そういうこともあるんだけど、まあ、それは今彼は今知事選に入って戦ってるわけですから、まあ、そういうことを過去のことはね置いといてね、でも実際にそういうことを批判したらですね、言えなき批判がいっぱい来たというのはあるんですよ。でそのいろいろ石丸さんのことを心配してファンになったり支持してる人が篠原なんてこと言うんだっていうのもあったけど、それ以外不思議なものがいっぱいあった。両方あったね、うん、両方あった、うん、でもかなり不思議なものが多かった かつて来たことがないような変なもの、うん、変なもの、しかも日本語が変だと来てるんだね、うん、いうものがあったという、ただこれだからね今日本当感じてほしいのは、まあ、石丸さんの方ではそういうことはあってほしくないですけど、シャレンホーさんについてはこの人チャイナの方に相当し自分自身がアイデンティティありますよ。で私その自信持ってあんまりこういう言い方しないことにしてんだけどね、こんな人を鳴らしていいんですかとかそういう言い方しないけど、考えてくださいね皆さん、うん、これ大事です。それからね、あとね、北朝鮮の審判をね真の保守とか愛国者って誤解してる人たちね、いい加減しなさいね、よく勉強してね、うちのまただから昔出したやつね、誰かってデビのことですよ、あれは世界チュチェッソー大会の来賓ですからね。で、キム・ジョンイル以来ですよ。かっちり組んでやってる人ですよ。それが、玉神さんを応援して真の保守で愛国者。とんでもない誤解だよ、これ。玉神さんは個人的な付き合いでやってるんだと思うけど、それでね、なんかね、なんかデビの来賛が始まってるんですよ、一部で。そうなの？うん。参政党の人だよ、はっきり言うけど。参政党の人が？だからダメなんだよ、参政党って、その情弱で。うん、知らないの？知らないの。だって議員クラスがやってんの。うちの視聴者さんとかほとんど知ってますよ。知ってますよ。でうちの見ないんでしょ、参政党、私が批判するから。でも参政党の中の議員でね、現職議員でドテラやってるのとか全部暴露しましたよね、うん。そういうことは容赦なくやるぞって神谷さんには言ってあるからね。うん、でもね、デリが、ね、北朝鮮だっていうのはね、有名じゃないですか。でもね。うん、玉神さんの周りの人も知らないわけよ。まあ、玉神さんが知らない。ただね、玉神さんの、うん、審判の人の、結構分かってる人は心配してた。いや、いましたよって、変なの来ちゃうんで、って言ってたよ。うん、まあ、前回のよしみがあるから断れないんだっていうような言い訳をしたらしいけどね、周辺は。でも、実際にこう、携わってる人は、なんでこの後に及んでデビなんだと、愛知の大村の時もおかしかったじゃないかと、いわゆるね、
解体し運動した人ですからね。そうね、今の金城陛下に反対した人ですからね。なんか いろいろね、あの候補者についてもいろんな話があってね、あのいやこの候補者実は反皇室派だったからどうのこうので喧嘩になってるって話もどっかで聞くけど、あの保守の人が推してる人でね、でもそういうことを置いてもですね、あの今の皇室に直接弓を引いたね人間をですよ、あの真の保守派で愛国派なんてね持ち上げながらやるってのは私は間違いだと思う。皇太子様を攻撃したんだからね、うん、そう、あの退位しろって言ってね、うんうん、でどうですか、で彼女が推してた英美はどうなってますかと思いますよ、うん、私は、うん、まあ偽皇族は別の話だけどね、うん、偽皇族の相手にしちゃダメだから、たまがみさん目覚めてほしいんですけど、うん、まあ説教すると目覚めるから、もう 今更ね、まあ、まあ今はね、本番だからね、うんうん、本番終わってからきちんとお話聞いてもらわないと、うん、本当そうなんだ、うんうん、まあ前言ったように、まあ明日あたりなんかまたね情勢判断のねデータ出てくるような気がして、そういうの出たら私すぐあの緊急配信しますけどね、現状一番新しい情勢判断のデータはですね、日経新聞のですね、あの小池 36%、蓮舫 26%、石丸 16%、玉上 5%、これが1から4までなのね、うん、で玉上さんだけ 5% とこうちょっと桁がちょっと落ちちゃってるわけですよ、うん、あの前の得票で言ったら 10% いってなきゃいけないだよね、だからやっぱり出遅れてるのもそういうなんていうかな、バタバタがあるんじゃないかなと。でも一番なんかあのお話聞いてると一番まともだと私は思ってます。そうそうそう、私も思いました正直に、うんうん、いろいろ荒削りなところはあるけども、うん、いろいろうちでも対話したけどね、防災問題でも本当に実行力を持ってやると、で玉上さん言ったことでね、あの争点化したことっていうのはね、やっぱりシェルターの問題とかね、被災に強い東京を作るという話とか、あと特殊出生率の話ね、まあ、これはあの石丸さんにも聞いてね、石丸さんの考え方っていうのはね、これからこう考えるってね、定型的な答えね、パスッとは出さなかったよね。でもこれは考え方なんですよ、自治体のね、首長としてはね。玉上さんはもうね、東京都金あるんだから、1人目100万、2人目200万、5人目になったら1600万やりますっていうね。でまあ、もちろんね、あともう一つ、玉上さん、これだけで言っちゃいけないんだけどね、やっぱ結婚しないことには日本って国はあの子供できないんだから、結婚はできるね、若者の支援っていうのをね、都税をね、東京都独自に減税するってことも考えたいということをね、かなり具体的に言ってんだよね、あの人はね。具体的な問題でできることを言ってるっていう点では、玉上さん、結構光ってるんだよね。謝礼方針、案外言ってないんで、それ。謝礼方針は大してそういうこと言ってないから、いや要するに反自民非小池とか言ってんだよね、うん、これじゃ困るよ都知事選はっていうのは僕の動機だよね。 ただあの見た感じでは一番明るくて元気があって若い人たち一番集めてましたよね、うん、ただもうあの一番近くのさ、それこそかぶりつき席でさ我々撮影してさライブやったけどさ、ちょっともう初日にして限界来てんのかって感じだったよね、うん、びっくりだよね、もう声も枯らしちゃってね、もう手いっぱいこう突っ張ってやつだよね、まあ、リベラルのせいか、うん、その障害者の人とか、うん、LGBT っぽい人たちをがっちり掴んでる感じしましたね、うんうん、その代わりっきり周りで3件ぐらい喧嘩が起きてました。そうそうそう、何なんだよこいつらと思ってなんかっ巻き込まれたくないっていう感じだったけど、ちょっとおかしい人たちもいっぱい寄ってきてましたね、うんうん、まあ選挙ってそういうのがあるんだけどね、うんうん、そういう点では一番こう真剣に聞いてさ、でも昨日の大塚の石丸さんの凱旋はあれ良かったと思うんだよね、勤め帰りの人が足止めて、いやボランティアの人が一生懸命働いてるのが冷静にやってんだよね石丸さんなんですよ、うんうん、ボランティアがね一番統率取れてねしっかりやってね、うん、石丸さんのところで4000人になってるよ。だって急に集めたボランティアでしょ、うん、最初2000人いったらもう倍集まって4000人集まってるって言うんだよ。すごいですね。俺今までそんな数でねボランティア来たの聞いたことない。どうやって食べてんだろう。いや大変だと思うよ。それこそね大物なんでしょ、選対本部長とか、うん、でもね手慣れてるなって感じはしてる。すごく、うん、さそういう要所要所に経験者を引っ張ってきたんだろうなという感じはしてますよ。でこれまた言うと怒られるんだけどね、あの自民党本部で長く選挙の指揮も取られた田村重信さんもね付きっきりでやってるしね、うん
いや、これ避難してんじゃないんだよ、僕は。本当のこと言うと避難じゃないんだよ、これ、うん、私すぐね、感じがいいか悪いかというね、うん、そういう部分で考えるんだけど、うん、感じいいですよ、石丸さんのところ、うん、あそこの陣営は感じいいんですよ、うん、で、ファンがちょっとでも怖い。あ、そう、あの食いついてきそうな人いる、ファンね、うん、で、まあネットにいる人が一番怖いけどね。なんかちょっと言うとお前はね分かってないとかね、すごいいい調子でね登録外します、登録外しますで、やっぱりあなたいいこと言ったから登録戻しますとかね、まあ、登録してもらえばありがたいですけど、外すのはどうぞって感じだし、匿名でそんなあのネット弁慶になってんじゃねえよっていう気は してます。でもそんなここで騒ぐよりは、それがね、だからね、あの衆議院の補選の時言ったけど、そういうファンって普通の人が怖くて近づけなくなるからやめた方がいいと思う、僕は。そんなに悪意持ってないから、僕は石丸さんにも、悪意持ってんのははっきり言うと蓮舫さんに対してが一番です。2番目が小池百合子かな、石丸さんのボランティアの人 あのテープの貼り方素早くてうまいよね。うまい、すごい、あれうまい、テキパキして。あとやっぱりね、うん、全部見てるわけじゃないけど、昨日はあの外線宣伝カーの扱い方が改善されてたよね。いきなり改善されてた、やっぱあの石丸ファンの方々がですね、私のね、実は今日あの部分だけ切り抜いて出してんだけど、あまり伸びませんけどね、あれ参考に見ていただきたいんだよね、まあ、他の党派もね。あの宣伝カーっていうのはだからちゃんと技術に基づいてできてるもんだから、正しい使い方をすれば音は遠くまで届くんですと。でも石丸さんとこのやり方、あのみんな思いついた、あの思い当たったことがあるみたいね。なんでこんなにこのスピーカーを通してるのに声が届かないんだろう、全然聞こえない場所があるっていうのはあの解説で分かったみたいだよね。あ、そうかということでね。で、あの多分あのいろいろ研究されたんでしょう、スタッフの皆さんね。それで、まあ4つがね、今日あの昨日見たのは4つが一応干渉しない方向には向いて、本当はね現場現場でその土地の形とかビルの形に合わせて、ね、でもあれ大塚はバッチリ言ってたけどね、あのビルの壁に沿って斜めに当たるようにうまく当ててたし、あれ音が一番入ってたと思いますよ、大塚の駅線っていうのは。で、聞こえにくくなかったもんね、前日のあの戸越銀座のはやっぱり喋ってるその石丸さん自身があの苦しそうになってくるんだよね、だんだんね。あのお疲れな面もあるけども、ちょっと声がね届いてないなって実感が上に立ってると分かるんですよ、弁士。そうすると無意識のうちに力入っちゃうんですよね。そういうのがあったんで、昨日は楽に話してたなという感じがしますよ、まあ前言ったようにね、石丸さんでむしろ力を発揮するんだったら対話型がねあるといいなって、少しそれを取り入れたような感じがしたんだけどね。対話型の方がなんかいろいろ物事をこうその現場で解決する力があるっていうイメージが出るなという形なんですよね。一方蓮舫さんはおそらく喧嘩が強いです。結果が強いんです、あの人は。蓮舫さんのね、観客の人たちってすごい掛け声がうまいよね、あれだ、共産党の人たちだよ掛け声出したの、あれ、共産党の人たちの、そういうのはうまいよ、あれね、演説会ですごい訓練されてんだよ。あ、そうだ、ね、共産党とね、あとね、あの総合学会女性部の人ね、これ覚えてる、乙武さんの最後の演説見に行った時に、あの掛け声が適って、もう非常にいいタイミングで入るじゃない、あっって見たらさ、あ、これあの総合学会の女性部の方々だ。したら安住さんにも会ったんだけど、後で聞いたらね、そう、あの人たちそうなんだよ、教えてくれた、だからね、あの訓練された部隊、もうほら共産党の方々ね、中国でも経験したけど、団塊の方々っていうのはもう50年ぐらい選挙頑張ってる方々なんで、もうそういうのうまいんですよ、拍手の入れ方、ああいうのってそうだとかいうね、入れ方、団塊の人たちってすごいよね、腰軽いし、だってそれこそ江東区で見かけた人が来てたもんね、新宿に、あ、この集団だと思ったもん、あ、これあの共産党講演会のおじいちゃんおばあちゃんたちだって、
でも元気でね、みんな仲良くて、うん、一番元気で行動力あるんじゃない、うん、あるよね、段階の人、うん、段階の人たちはね。だからそれが今蓮舫さん支えてんだけど、それがあの立民党の基礎票、これも安住さんも解明、あの数字で解明してくれたけどね、立民票が70万ぐらい、共産票が80万から90万 でそれプラスアルファで今まあ、票数で換算すると169万ぐらいなんですよ、実は。あの 26% っていうのはね、でギリギリになっちゃって、頭打ちになってるから相当蓮舫さんは焦ってるなと、200万に届かさないといけないんですよ。